Yes! Yes! Oh, big one, big one! ほう。すごいドライやな。乾燥しきってんな。今は寒気なんでね、本来ならね、ここまで水があるらしい。まあこんなとこまで水があったらね、ほんまに狙うのが難しいんだけど、川幅が狭くなっていてポイントが絞り込みやすい、そういうタイミングを狙ってきてます。お、危ない。わー、早いね。ファーストウォーターですね。あー、釣りしてるな。すごいファーストウォーターです。群衆はね、ディープダイバー、ほんまにファーストウォーターの底にべったり張り付いているような魚なんでね、ディープダイバーで、根掛かりがすごい多いんでね、まあ、小さめのフック、ちっちゃくても強い針をねセットして、これは S81 のこれシャープ4かなをセットして、これでいきます。ファーストウォーター、いきなり根掛かった。よし、外れた。根掛かり多いね。すごいファーストウォーター、こんなとこにおるな。まずいからね、すごいな。この流れを利用してね、できるだけ、まあ、流れで自動で泳ぐんで、自動でも泳がして、できるだけゆっくりねリトリップすることを心がけてます。うわお、ずっとねボトムにこれルアーがガン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 当たってるのを確認しつつ、この前は死んでた。うわー、うふふ、早い。あ、やばい。あれね、入った。で、目がかってもね、慌てんとゆっくり一回流しちゃったら外れること多いからね、クランクベイトの浮力と流れの力を利用したら外れますんで、慌てないことですね。でルアーの仕様を変えてみましょう。まあこれ、同じストームのねディープダイバー、トムかな、ラパラかな、ラパラかも。よりクイックに潜るね。一発当たり欲しいね。当たりがない。モーグルクランクにねルアーチェンジしたいと思います。モーグルクランクです。でいきます。そこ取れてないか、取れてるかな。本当不安な。水のね、もうこんだけね不安かったら粘るしかないからね、魚がその気になるのを待つ作戦。ディープシェイカーでいきます。ロストワンやな。よし、だいぶ火がね影になってくれて、このタイミングを待ってました。OK、スタートかな。さあ、釣れてくれ。何にも当たらんな、ほんま。おお、ボイルした。初めてボイル見たな。よっしゃ来た。よし、食ったよ。ヘイヘイ、
うおおおおよっしゃースーパーストライクとうとうおらー来たこのスローウォーターのところで勝負しよううらイエスイエスうらうぃうぃすごいな慌てたらあかんねこれうぅうぅベリーストロングうぅほっうぅほっBig one! Yes, big one! シンソー! うーい! スローウォーターに入れ! ファーストウォーター行くな! ほら、これ信じてね、一日中! ほんま朝からずっと! 一日中投げ取って! ずっと投げ倒したからね、これ! うーもうずっと投げて、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 投げ倒して! やっと!初めてドーンってナイスバーンうー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 ら、こいうぇー、スイスドーンうわファーストバイトファーストバイトあ、おしょワンバイトいや、やったオッケーあー、ついたかったいやお前に会いたかったよ、俺はうわー、行くな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 うぅ引いた強いな、ゴンシュよっしゃあらやったでこれは出るで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 フィッシングスーパースタ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 ークッシュバガリウス・ヤレディンこれはビル・ノーマンビル・ノーマンのクランクベイト KOZ エクスペーションC77SLH カルカッタコンクエスト400ジンティマックスパークの6号そしてリーダーがフロールの8ポンド EX スナップでフックがこれ YS21 のシャープ2 EX リングのシャープ5こういうね道具立てでこれほんまはねもっと20キロとかなりよるからオーバーなね道具立てに思うかもしれんけどもっとでかいの狙ってるからうわ重たい見てくださいこの歯このヒゲとりあえずねこのヒゲが特徴的これねヒゲそしてねこの歯やばいっしょ歯これねめちゃめちゃこのね速い流れの中でね急に訪れる餌が食えるチャンスにねこんなセンサティップなヒゲで強い歯で間違いなくね、失敗することなくね餌を食べるためのね進化型でもね目がかわいいかわいいねかわいいあ変わった今かわいい目してるこのフィンとかねもうこのヒレとか最高やねこのシェイプなんなんこのかっこいい魚ヤバシヤバシグーシヤバシバカリウスヤレディヤバシですかっこいい無理しますよありがとうな、教えてくれて。おぉ、元気元気。オーケー、やった。おぉ、元気。ピクンっていけた。やったやったあー、今年もええ年やで、これ。よし。続けていきましょう。次はね、このラパラのクランクベイト使ってみます。よーし。よーし。この大石の後ろでって言いましたね。まあ、今日何箇所かやった中で、ここやろうと思う。得たからこのポイントでまあ太陽がねこの対岸の山にね隠れてからが勝負なんかなとナマズだからまあそこはよう分かれへんけどね昼間からガンガン食う魚なんかもしれへんしそこは知らんねんけどまあでもきっとナマズ残っちゃからね夜行性であって
日が暮れてからが勝負。まあまあ日暮れてからが強いんやろうけど、そんなことはせん。太陽が山陰に入って陰になる。今のまさに釣れたぐらいの時からのタイミングを待ってて、釣れるんやったらこういうこっちゃろうなと思ってた時にドンと一発食わせれることできたから嬉しいわ。最高やわ。信じてよかった。よっしゃよっしゃよっしゃ来た。よし、よーし、来た。おー、まあ、スーパーサイクよーし、来たね。絶好調。クロスに、クロスダウンに投げてずっと速度取りながらね、流してたらドンと振りましたね。よし、よっしゃ、よし、よし、バガリウスやレディ。うわー、ちょっと可愛いけど、やった。おーわーい。イエーイイエーイイエーイ。やったイエーイ。キックやったよ。うわー、この歯やばいね。いかつすぎる、このヒゲよ。かっこいい。イエーイ。リストラップで釣れました。イエーイ。このままリリースします。やったー、ありがとう。よし、バガリウスやれに。このまま沈めてみようか。おお、早いわ。ここで見れるか思ったら、ピョン行っても早かった。イエーイ。最高に気持ちいい。疲れました。タイランドエクスペーション、まあまあ2バイト2フィッシュですけども、釣りができたと心の底から思ってます。まあ初めて来るエリアで釣りするっていうのはやっぱりすごい難しい。飛行機乗ったらパラダイスあると思ってた大間違いで、大体難しい手こずる。まあまあまあ時にはね、釣りなんでめちゃめちゃいい時に余ること当たることもあるし、こうやってねすごいしんどい時、1日中1日半投げてやっと当たりが2回来るようなね状況にたびたび当たる、6個当たる。でもその中でも釣れる瞬間は必ず訪れると思って、信じる力、信じて投げ続けて、信じる力っていうのはね、本当に時に報われないんだけども大体報われる。釣りたいんや、どうしたらいい？諦めない。諦めないことです。そしてね、失敗のない性格を使うことも失敗をしない。最大のグッドチョイスだと言います。今回ね、釣ることができたのは、ラパラのクランクベイトとフィルノーマのクランクベイト。もう僕の宝物になります、これは。しっかり宝物としてね、まあ今日の日付書いて、川の名前書いて、軍師バガリウスヤエリと書いて飾りもう一生の思い出にしたいと思います。本当に嬉しい。あー、やったね。来てよかったと心の底から思ってます。本当にね、ブーツアルビン中にはめっちゃ感謝。ここでね、ついてきたことはほんまに最高の思い出になるし、まあブーツとアルビンのようには5キロ、まあ5キロもあんのかなっていう群衆でしたけども、群衆激流の人食いナマス、激流のモンスターフィッシュ、激流の怪魚、仕留めたりました。